ようブラザー知らせゴールです。一目ご視聴ありがとうございます。今日はサポート型の勝利の、まあ、チームということで紹介していきたいと思います。まあ持ってる武器赤いですね。こちら今勝利のビルドなんですけども、こっちの空中滅竜っていう装備をつけてます。まあ、これは元素熟知が上がって、あとは炎元素水元素のついてる相手、影響を受けた相手に対してダメージが上がる。これは元素爆破とか元素スキルとか、あとは共鳴反応とかにも全部に反応していきます。で、元素熟知を何で上げるかっていうと、まあ、シールドの生成、結晶シールドの生成がこっちのテンプのスキルの岩、この岩をこう岩創造物っていうのを発動させて、まあ、こういった形で、はい、岩の反応をこうしていくと、こういった形で岩反応をやっていく、はい、反応してますね。これに対しても、乗ってたりとかするんですね。で、炎を相手につけたら炎のシールドが生成されますし、水をやれば水のやつが生成されるという内容で、こんな形で出ます。で、生成されるシールドの吸収量っていうのが基本的にレベル依存なんですが、まあ、今ちょっと今元素熟知が357って低い、これの理由がちょっと生物の右側3つ、本当は元素熟知全部盛りたかったんですけどちょっとなくて、本当振るんだったら1箇所まあこちらですね、187ポイント元素熟知上がってきますんで、まあ、おそらく700を超えてくるような、700か、まあ、最大値で武器も上げれば800とかいうような状態になります。それがどういう数字かっていうと、今は 90.3% なんですけども、700まで上げればこれが 150% ぐらいになります。でレベルが90だとしたら、結晶シールドはレベル依存が基礎値なんで、それにかけるで、まあ、大体4000とかにはなる予定になってます。要するに岩元素のこの自動生成される駐屯地、ここの駐屯地で生成される敵のまあ属性の結晶シールド、これを拾った時に4000のねダメージ吸収量のシールドを拾っていけるっていうようなムーブになります。でさらにはベネットのフィールドで回復しながらコイルも上げながら、で主人公の岩フィールドで中段耐性を上げながら会心率を上げながらっていうようなチーム編成になってますね。まあ、これが面白いのはやっぱり主人公を使って、まあ、こちらの岩の中であれば、このこれですね、はい、会心率 10% と中段耐性がアップする、こういった形でもうフィールドを自分で作ってしまって、その中で戦うみたいな感じですね。主人公のフィールド、勝利のフィールド、ベネットのフィールド、そこで誰が暴れるかで、タルタリアの方で暴れるときに、ね、こういった形のチーム編成になります。でなんでこういうチーム編成にしたかっていう、例えばノエルのシールドとか貼って、強いシールド貼って、で例えば坂飛びとか使えばいいんじゃないって思うかもしれないですけど、やっぱシールドのね、耐えてる時間とか、あとは例えばバーバラを使います。バーバラって水元素が 15% つくんですけども、それだけでしかないんですよね。それだけのためにキャラをパッて入れ替えて戻すっていう作業をするだけでタイムロスになります。なので普通に岩を作って、ベネットのフィールド、これはコイル1000ポイント上がるんでもう破格なんで、同じ枠で入れるんだったらそれを入れた方がいいです。圧倒的に4枠しかない中でやるので、でだったらまあ主人公役のところのところ変えちゃえばいいじゃない、バーバラに変えればいいじゃないって話になるかもしれないですけども、岩元素のキャラクターを2人入れてダメージプラス 15% アップしたい。バーバラは水元素ダメージが 15% アップする。どっちがいいのか、こっちですよね。なので4人しかいません。メインアタッカー1人しか入れられません。だったらベネットはまあ間違いないってところで、次は勝利を入れるっていうところですよね。自動生成する駐屯地を作るには岩共鳴が必要。
で、その中にさらにその岩共鳴を増やして中断体制を増やして会心率を上げていくっていうところで主人公、この3人のセットが結構面白いんじゃないかなっていうところになります。でこれは非常に相性がいいキャラが他にもいて、タルタリア以外ね、バーバラ入れてたらタルタリアメインだったりモナメインだったりするんですけども、ディルックでも OK ですね。でもしディルック入れるんだったらベネット6凸とかだったらさらにいいですね、はい、でレザーも実はこれいいです。なぜならレザーの元素爆発はもう通常攻撃と、ね、他にも元素の雷元素とかつきますんで、非常にこの岩元素のやつついてて悠久の岩村の効果もつけば全然強くなるんで、例えばゴーレム対策とか物理耐性の高いやつの対策とかでも全然いい、かなり強いとこになります。なのでこういった感じで無理にね水ダメージがつくからといってバーバラタルタリアってつけてしまうと、ここでもうキャラクターの相性はいいんだけども、岩の勝利っていうところでバーバラとタルタリアっていう感じにしてしまうと、もう正直ベネットっていう圧倒的なところが入らなくなってくる可能性と、わざわざ岩入れてんのに岩2にしないっていうその意味わかんない選択になっちゃったりするんで、タルタリアバーバラっていう選択はあるようでないって感じになってきますね。これはこの組み合わせだったらの話です。岩元素を入れる場合の話です。なのでそこだけは勘違いしないでいただければと思います。はい、まあ、ちょっとこんな形でちょっとねなかなか複雑で難しいなっていうようなビルド紹介になってしまったんですけども、結局キャラクターのパーティーって4人しか入れられないんで、あとは無駄にキャラクター入れ替わってシールドを生成するためにだけにキャラを戻したりするのじゃなくて、もう普通に置物でやって、これチャージ効率にも関わってきますね。で置物やって、まあ、あとはベネットフィールドを出して、まあ、あと戦うだけとかね、の方がかなりいいと思います。なぜなら例えばこの勝利の場合だったら、いやこれだって時間が経てばなくなっちゃうよって話なんですけども、もうこれに関して言うと何だろう、この岩の柱ってやつが結構長い間残るんですね、壊れないで。でこれがなくなるときに共鳴してるやつでシールドが生成されたものとかでも全然 OK なんですね。なのでこっちの岩主人公がこれが破裂したこの時に出る岩でもいいんで、結局継続時間以上の効果を拾えるんですね、シールド生成の方で。でさらには落っこってるやつもずっと落ちっぱなしになるんで、しばらくだから好きなタイミングで拾って戦うことができると。なのでいちいちキャラをこう変えまくったりとかする手間とかがあんまりないんで、基本的に岩を例えばこれ生成しますそこら辺に置いときましたってなったら、あとはベネットで回復しながらタルタリアで攻撃して、で元素爆発を打って戻って、でさらにはこっちにも岩主人公と戻さないでこうベネットで回復しながらタルタリアで戦う、このキャラ変更とかだけでいいんです。要するに30秒ぐらいはそれで済みます。だけど他の例えばバーバルとかノエルとかのシールドとかいろんなシールド、ディオナのシールド入れたりとか、そういったキャラクターで構成してしまうと、もう操作がごちゃごちゃになってしまって、はいじゃあ次はディオナ、次はノエル、次は勝利で柱やって、じゃあやっとタルタリアだみたいな、でバーバラで塗って行くわぎでやって勝利でやってやっとタルタリアだみたいになるのであれば、一回もこうやってバツってやってバツってやって、でフィールドをもうこれでフィールドを作っておきます。で主人公で岩貼っときます、岩元素爆発。そしたらもうベネットでフィールド張ってタルタリア戦うで、ベネットで回収してタルタリア戦うベネットでフィールド打ってタルタリア戦うでやっと岩がもうなくなって周りに落ちてる粒がなくなってきたなって思ったらまたやっとなくなったなって思ったら、こうやって創生してまた戦い始めると。
なので基本的にこうキャラ変えてごちゃ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 うるさいような編成でやっとフルで効果が、例えばバーバラの乗ってる時間が15秒20秒だとして、で他の12秒とか乗ってる中でキャラ入れ替えキャラ入れ替えでやって、まあ、やっと5秒間ぐらいしか叩けないと、5秒間ぐらいしかもう叩けないで、5秒経った、残り叩いてるけども全く何の効果も乗ってない状態だみたいな、のが結構多いんですよ、そういう設定のものが。でそうならないためにこういった形の、やり方が、まあ、今回は面白いんじゃないかなっていうようなお話でした。はい、こんな形でですね、あのビルドと編成ですね、あとはトライアンドエラーして出したその戦い方の、まあ、結果から生まれた編成みたいな感じのをね、いろいろ考えて紹介していきたいと思いますんで、よければあのチャンネル登録高評価してご支援いただけると非常に嬉しいです。ではまた動画出していきたいと思いますんで、ご視聴の方よろしくお願いします。グッバイブラザー。